私には生き別れた父がいまして。え？お父さんと生き別れた？はい。生き別れたと言っても、私が生まれる前なので、顔すら知らないんですけど。いろいろと調べて、父がこの地方にいるようだとは突き止めました。ですが、それ以上は何も。そうなんだ。コルネリアさん、お父さんのこと詳しく教えてもらえませんか？私たち昔からここに住んでますから、何かわかることがあるかもしれません。お二人とも、ありがとうございます。そうですね。コルネリアさんと同じような珍しい服を着てて、複製の力を持ってる人。さすがにそんな人に会ってたら忘れないよね。ごめんなさい、コルネリアさん。私たち、お力になれそうにありません。いいえ、仕方ないです。
もうかれこれ10年近く探し続けているくらいですから、それでも私はどうしても諦めきれないんです。調子なら、うわ、本に書いてあった。
よし、まだまだこれから、まだまだこれから、この辺にこれを、油断しないで、ズバリここだ。どうも、ここまではバッチリに。どの特性を残そうかな。これなかなか上手にでき、錬金術にも慣れてきたかも。よし、どこもおかしいところはない。やったね、リリー。うん、世界を塗り替える道具完成だ。これを使えばバルギオルの時みたいに周りを絵の世界に書き換えられるはず。見ているがいい。これで世界をあたし色に染め上げてやる。それは何か違うような気がするな。特性をな、
くどこ行く？頼んだ品はできてるか？はい、こちらに。どうぞお持ちくださいな。確かに。さすがはボルテールだな。では報酬は約束通り後払いということで。ありがとうございます。またのお越しを。運を踏んだぞ。今日は運がいい。わけあるか。調合で使えそうだね。何があるかな。作ろうかな。そうだけど負けないよ。
話ししてるんだろう。というわけで、ご依頼の品はこちらになります。どうぞお受け取りください。おお、これがあれば。ありがとうございます。やった。依頼の話だったみたい。さっきのフィリッシュさん、大人っぽかったな。うん、私たちと話すときはそうでもないけど、締めるべきところは締めるって感じ。さてと、一仕事終えたし、酒場にでも行こうかな。仕事終わりに酒場、すごい、これは大人ポイント高いよ。そうだね、あとは何を頼むかだけど、スーちゃん、こっそりついていってみよう。マスター、いつもの出た、いつもの出た。大人になったら言ってみたい言葉ランキング2位。さすがフィリッシュさん、感服者だよ。いつものって何なんだろう。お待たせいたしました。うさぎ肉のステーキ、超山盛りです。
酸性、アルカリ性。酸性。正解。アルカリ性ってなんだっけ。じゃあ第2問。ウニのトゲの数は必ず4の倍数ですね。初めから勝てるはずなかったんだよ。いいえ、大したものですよ、リリー。その年でそれほどまでの知識を蓄えているとは。もっと自信を持ちなさい。あなたの日々の学習は必ずいつか実を結ぶはずです。出しといて答えがほとんど分かんなかったなんて、ちょっと言えない。よし、今日のことはすっぱり忘れよう。さーて、明日のご飯は何かな。どこ行く、どこ行く。まだ肺が痛え。あれ、マティアス、ずいぶん疲れてるみたいだね。ああ、今の今まで先輩にしごかれてたからな。先輩って騎士団のですか。そうそう、団長と副団長だな。おお、豪華なメンツだね。そんな人たちに特訓してもらえるなんて、さすがマティアス。ま、王族だから特別ってことなんだろうが、あの二人マジで容赦ねえんだよ。団長は俺の剣の師匠なんだけど、めちゃくちゃ厳しくってさ、ちょっとでも型を間違えるとすぐ技をぶっ放してきやがんの。副団長は見た目は可愛い女の子なんだけど、とんでもない怪力でよ。稽古の時毎回毎回きっつい一撃をお見舞いされるんだぜ。うわ、騎士団ってすごいところなんですね。私には絶対無理。ああ、まあスパルタなことは確かだな。毎日の訓練は相当しんどい。騎士団ってのは人を守るのが仕事だ。そのためには多少の訓練には耐えないとな。へえ、いい心がけじゃないの。そうそう、偉いですよ。マティアンさんの強さって普段の訓練の成果だったんですね。うん、ちょっと、こいつらに褒められるなんて、なんか悪いことが起きるんじゃみたいな顔やめてよ。そうですよ、もう行こう。しゅうちゃん、驚いたが、あ、ま、あいつらなりに認めてくれたのか。じゃ、もう一頑張りするとしますかね。待ってろよ、ジュリオ団長、シャノン副団長、今度こそ俺が任してやるからな。お出かけ、お出かけ。教会か。バルム教会を思い出しちゃうよ。この静かな感じ、大きな女神様の像、それにパメラ。あら、ソフィーちゃんじゃないの。
それはまた、なんともパメラらしい。どうする？ヒルヘンベルに一瞬で帰る道具、作ろうか？そうでもしないと、パメラ、ずっとバルム教会に戻れなそうだし。そんなのいらないわよ。人のことドジっ子扱いしないでちょうだい。そっか、ごめんごめん。はあ、やっぱりパメラはパメラだな。近くにいると安心するよ。私もよ。ソフィーちゃんのそばにいると気持ちが穏やかになる気がするの。それはよかった。じゃあパメラ、私はそろそろ帰るね。また今度会いに来るから。それじゃ。どうしよう、私大変なことに気づいちゃったわ。ソフィーちゃんがあれだけ大きくなってるなら、教会の子たちももう大人になってるんじゃ。ご好評をいただいてるわ。はい。ん？何ですかこれ？お客様に書いてもらったうちのアンケートよ。見てみてちょうだい。アンケート？なになに？扱ってる商品が新鮮でいい、店主がかわいい、いろんなものを売っている、店主が美人、店主が面白い。わー、確かにいい評判ばっかりですね。半分くらいリアーネさんのことだったけど。まあリアーネさんって美人で愛想いいし、その上扱ってる商品もいいものばっかり。そりゃお客さんも来ますよね。そう言ってもらえると嬉しいわ。この調子でもっと有名にならないとね。私はこれ以上有名になってほしくないんだけどね。あれ、フィリスさん、どういうことですか？リアネーのお店が有名になればなるほど、私がメルベイユで暮らしにくくなるの。まずお店の名前、ラブリーフィリスって恥ずかしすぎるでしょ。いいえ、とっても素敵で可愛い名前だと思うけど。リアネーは黙ってて。名前以外にもリアネーの接客も問題なの。お客さんが来るたびに私の話をするのやめて。通りを歩いてるとたまに噂されて困ってるんだから。でもフィリスちゃんの可愛い逸話は未来に語り継がなきゃいけないし。はあ、おかげで依頼はたくさん来るけどさ、どう
して私の恥ずかしい話まで知れ渡ってるの？おかしい。絶対おかしいよ、こんなの。フィリスさんもいろいろ苦労してるんだな。フィリスちゃんと一緒。少々確認したいことが。はーい、今行くわ。ごめんね、お話の続きはまた今度。300歳って言ってたけど、パメラさんなりの冗談だよね。うん、冗談